はい、どうもいいです。いやー、ちょっと練習上がりでぐったりしてるんですけど、じゃあペルソナがやるまでね、ちょっと時間があるんでやっていきたいと思います。今日からゴールデンなんですよね、アニメ化楽しみだ。ついに始まりましたね。このカイト君ですらっていうね、ただでさえね、ちょっと体調はコンディション万全じゃないっぽいからね。ぐぬぬ、見た目じゃねえから。すげえちっちゃい声で聞こえた。さて相手は噂の、ポケコンは開けない。そっか、あれタッチ絵モードにならないと見えないんだよね。さあ第4リングでは注目のデビルストロンガーが登場しているぞ。前評判はかなりいいみたいだね。アイアムヒール、ヒール宣言した前川静也に注目しようぜ。デビルストロンガーの最初の餌食となるのは種子島の高校生だ。ジェイ・ファビロン、こういうのはね、臨機応変にね、なんか片っぽに実況が肩入れすると一気につまんなくなるからね。青コーナー、中央種子島高校ロボ部、種子島新3回かっけー。赤コーナー、前川静也、デビルストロンガー。こういうアニメーションあったっけ、俺が忘れてるだけなのかな。なんかね、ちょいちょいなんかアニメーションが増えてる気がするんだよね。だな。おお。ねえ、アキちゃん、ロボワンって階級みたいなのってないの？何年か前はあったけど、今はなくなっちゃった。あ、ポケコン開けないのか、そういえば。最近はね、優勝者は結構軽量タイプのロボを使ってる人が多いんだよ。だから小さい方が不利とか、そういうのはあんまり関係ないわけで。まあ、プレイヤー次第と。それは最近のロボの話でしょ。名誉部長の基本設計は9年前だよ。ぐぬぬ。そうだね。でもほら、あの人もこう言ってたし、機体の性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えてやるって。これは合ってるな、使い方。なるほどね。まあ、今さらあたふたしないよ。もともと不利な条件なんだし。言うじゃねえか、お嬢ちゃん。つまりあれか、機体性能じゃデビルストロンガーより劣ってるけど、操縦のではてめえのボーイフレンドちゃんの方が俺より上だって言いたいわけか。くぅ、
でもあれだね、さっきアニメでね、姿映ったね、あんな感じだったんだね。俺よりもこのボーイフレンドちゃんがうまいって、え、そういうこと？もちろんです。あ、いや、ボーイフレンドとかそういうんじゃないですけどね。カイの実力なら優勝できるってうちは信じてます。信頼してるね。いいんだよ、そんぐらいビッグマウスの方がな。うまいのはロボの操縦じゃなくてお嬢ちゃんの操縦じゃねえの？ベッドの中でのな。うわ、こいつ最悪マジで。え？汽車ない。しかも気づかれてないって。下がってんじゃねえって言ってんだよクソガキどもが。だいたいなんだてめえらのロボはよ。パッと見た感じ、ずいぶん古そうなパーツ使ってるじゃねえか。どう見ても時代遅れのポンコツだろ。身の程を知りやがるってんだ。あんまり生意気言うようだと俺のデビルストロンガーでガチで潰すぞ。あ、相手のロボを壊すのはルールで禁止です。ああ、なんか言ったか？言いました。対戦相手のロボを壊すのは禁止です。アキちゃん強えな、引かねえや。この甘。ああ、はいはい、アキちゃんいいから下がって。ああいうタイプにカイ君強そうだね。なんか口でうまく、うん、なんか丸め込めそう。うん、煽るのうまいかんね。いやすみません、もう喋りませんから。ああ、試合前にあれこれ挑発しても負け犬の遠吠えにしか聞こえませんもんね。失礼しました。そりゃどういう意味だ。ほら、やっぱね、こういう煽りうまそうだもん。どういう意味も何もそのままですけど、反省してるんですよ。このガキ、俺を誰だと思ってやがる。グレンラガン。まあまあ落ち着いて、なんで怒ってるんです？はい、話してないで。容赦、準備 OK？ ぶっ潰してやるよ。カイ、大胆かつ慎重にね。それでは予選トーナメント1回戦レディー。懐かしいな、これ結構熱いんだよな確か。いけ。空間把握能力か、格ゲーでは大事だね、かなり。うん、鉄拳とか特に間合い大事だからな。あとスト4とかか。うん、てか格ゲー全部間合い大事か。うん、ファイト。おぉ、バカめ。うん、うい、あ、そっか、こういうのだっけ。うん、ダウンか。うわ、動いた。すげえ。あれ、あ、俺がすごい久しぶりすぎて忘れちゃってるのかもしれないですけど、アニメすごくね。多分なかったと思うんだけど、あったらすいません。純粋になんかやばい。
正規版買うかマジで。頑張るわった。ダン。幸先いいぜ。よっしゃー。これもういきなり番狂わせだろうね。っていうかさ、アキちゃん、技名叫ばないでくれ。え、おい、何言ってんの。必殺技は叫んでなんぼだよ。やる。あ、この BGM がまた高まるんだよね。まぐれよ。出なきゃあんな反応速度出せるわけがない。来いよ。ビギナーズラックだ。やっぱいいね。熱いんだよマジでこのゲーム。うん。デビルストロンガーワンダウンで試合再開します。ファイト。見せてやるよデビルストロンガーの恐ろしさをね。うん、確かに。カイ、なんかあの人怒ってるよ。いや、最初からだと思うが。なんと、まずマジか。すげえ。よしみつ見て。ラリアットか。ダウン。ついに出た。これこそが前回大会多くのロボを血祭りに上げたダブルラリアットフロムヘル。ダブルラリアット。ザンギエフ。種子島から来た高校生もやはりその洗礼を浴びてしまったぞ。うん。なるほど。できれば事前に教えといてもらいたかったよ。あ、そっか、ごめん、うっかりしてた。うん。前回大会でも猛威を振るったダブルラリアットフロムヘル。デビルストロンガーと対戦した全てのロボットはあの技で全て行動不能に追い込まれているんだぜ。だぜ。攻撃と防御を兼ね備えた死角なしの絶対的必殺技。心なしか前回よりも回転スピードが速くなっているようだ。強いとこを徹底的に強化してきたんだろうな。やはり今回の大会の優勝候補最有力はこの男なのか。当然だろうが、こんな素人のガキには負けねえんだよ。
だがまだ足りねえな。壊し足りねえ。そのポンコツをめちゃめちゃにするまで俺は満足しねえ。40だろこいつ。もしもデビルストロンガーワンダウン、種子マシン3回ワンダウンで試合再開ファイト。終わらせてやるぜ。うなれデビルストロンガー、ダブルラリアットスロードエール。気持ちはわかるわ。いい感じだ。おねえならこっちから行くぞガキが。うわかっけー。やべえ、すげえ鳥肌立った今の。かっこよすぎんだろ。ダウン。バカな。やべえ。カイ、今何したの？なんか今俺すっごい少年の顔になってんだろうなきっと。これマジ。ブルラリアとフロムヘルを破るなんて。コマってあるでしょ。あれと似たようなもんだよ。上半身があれだけぐるぐる回転してたら下半身は逆に不安定になっちゃってるわけだからさ、上下方向にちょっと衝撃を与えてやるだけでコローンといっちゃうんだよね。昔なんかね、烈火の炎のね、三鏡がね、大黒ってやつにやってたのに似てる、扇風機の止め方みたいな。あれはまたちょっと違うけど。横軸じゃなくて縦軸、上下方向。確かに。いやいやいや、簡単に言ってますけど。このゲーム面白い、マジで高まるわ。デビルストロンガーのダブルラリアットフロムヘルが破られるはずがねえんだ。だいぶ来てるね。赤コーナー、早くロボをリングに戻して。日々言ってたしな、威力も。デビルストロンガー2ダウン、種子マシン3回1ダウン。次のダウンでデビルストロンガーは負けとなります。種子マシンさんが今のホビーロボのなんかね感じで作られたら相当ヤバかったんだろうね。ありえねえ、ありえねえ、ありえねえ、ありえねえ。カイジ見て。はい。こんなの絶対認めねえ。デビルストロンガーは最強ロボなんだよ。これかっこいいな、種子マシンさん。かっこよすぎだろ。
ダウン。やべ。3ノックダウンで勝者種子マシン3回。すっげえ鳥肌立ってる。熱いわやっぱ。うん。惜しいこのゲーム。守りたいこの笑顔。カイは勝つって信じてたよ。いやまだ予選を1回勝っただけでしょ。でもでもこの一勝はうちらには大きな意味のある一勝だよ。これは大番狂わせだ。なんと優勝候補と見られていたデビルストロンがまさかまさかの予選トーナメント1回戦敗退。しかももうかなりの圧勝だからな。それを破ったのは種子島から来た無名のロボット部。おっとちょっと待ちな。たった今ホットな情報が入ってきたぜ。デビルストロンガーに勝利した種子マシン3回の中央種子島高校ロボ部はなななななんと9年前のロボワンフェスティバルでの優勝経験ありなんだぜ。しかもその時の優勝マシンも種子マシン3だったのさ。熱い展開だねここも。さらに聞いて驚きな、9年前の種子マシン3のオペレーターは今現在エグスケで大活躍中の瀬の宮美咲さんだ。こいつはがぜん中央種子島高校ロボ部を要チェックだぜ。瀬の宮美咲の遺伝子を持つ高校生の活躍を見逃すな。このアナウンサーもいいね。よっしゃ退場。嘘だこんなの嘘だ。さあまあうん、もうちょっとやるか。うん、ふっ決勝トーナメント来たね。本当だよな。はい、食べるでしょ。ミッチー探さずにグレープ買ってたの。ミッチーおらんのんか。すごく美味しそうだったからつい。かわいい。うん、あと今日一日お疲れ様の意味も込めてうちのおごり。いい女の子ですよ本当に。明日もあるけど分かってる。分かってるよ。カイ君余裕で勝ってきたんだろうね。カイ予選戦ってみてどう。優勝狙える。狙えるよね。大丈夫だよね。うん、ロボワンのレベルは大体分かったよ。想像してたよりは大したことなかったからな。あの程度かってのが感想。ホビーロボのレベルはすごく高いんだけどね。ほとんどが37。前川氏のなんとかストロンガーなら1級で不利だったくらい。でもオペレーターは違ったみたいでさ、戦いの駆け引きみたいなのが分かってないっていうのかな。みんなあくまで開発者兼オペレーターだからかもしれないけど、キルバラでいつも対戦してる連中に比べると全く物足りなかったよ。キルバラのスピードとは全然違うしね。もっさりしすぎ、見てからでも対応余裕。カイはゲームの腕はすごいもんね。キルバラの操縦システムを載せちゃったんだから、そのカイと渡り合える人は世界に何人もいないんじゃないかな。なんだろうね。いやさすがにそれは買いかぶりすぎだと思うよ。まんざらでもないな。前川氏が特別下手くそだったってことならいいんだけど、決勝トーナメントに出てくる俺以外の31人も全員あのレベルじゃあんまりたぎらないからね。前回大会のトップ8人くらいはねシード選手だから予選には出てこなかったの。シード選手ともなるとやっぱり強敵だと思う。うん、ちなみに前回大会の優勝者ってどんな人。おミスターフレアです。出た。あなんてミスターフ
フレアですか。ほら、この人。いやいや、アキちゃん、そういうギャグいらないし。ギャグじゃないってば。前回、前々回と2連覇中なんだよ。すごいんだから。2連覇ねえ。この人、なんでマスクしてんの。そう、アズナブル的なね。どう見ても日本人だよね。うん、多分。でもね、正体不明なんだ。これさ、もしかして日高くんじゃない？え？日高すばる。で、うちらの学校の2年の？あ、そう。そうだよな、まさかな。あざ、ポケコン、ポケコン、スイポ見ようぜ。さすが。マジか。これやな。うん。ミッチー。うん。ミッチー。いや、これあなたが。なんとまあ。OK。うん。離れないとダメか。こっちか。いや、近いよ。まあいいや。うん。オッケー。おい、お前ら。あ、おった。あ、ミッチー。くっ。ずっと電話してたのに、なんで出なかったの？まあまあ、先生もあちこち駆けずり回ってたんだよ。ん？それより、な、先生びっくりしたぞ。聞いて驚くなよ。お前らのことがツイッポですっごい話題になってるんだって。ああ、うん、うちも見た。カイのこと褒めてる書き込みがたくさん。あとね、ヒルバラみたいな操縦システムは革命的だとか。だよね。それを一晩でやったね、開発者さんがね。つうかな、少なくとも瀬宮妹の素性はさらされてるぞ。え、うち？瀬宮美咲の妹だってな。もちろん顔写真付きでだ。うん、そっか。特定。いいか、忠告しとくぞ妹。うちはミッチーの妹じゃないよ。く姉ちゃんと同じようにメディアで有名になってチヤホヤされたいとか思ったりするんじゃないぞ。まあ普通に可愛いかんな。お前の姉ちゃんは特別なんだからな。というか異常なんだからな。これ豆知識だからよく覚えて脳みそに刻みつけとけ。異常とか言うね。お姉ちゃんのこと異常呼ばわりしないでほしいな。せやで。まあ特別ってのは間違ってないけど。ミッチー、ミサ姉と連絡取ったりした？姉ちゃんリスペクトなんやな。いや、妹は連絡したのか？ああ、うん、でも電話したけど出なくって。あいつ調子。むしろ先生たちのことをもてなして自宅に招いてタダで泊まらせてくれるぐらいのことはすべきだと先生は思うぞ。だ、うん。
それよりミッチ、もう疲れたから早くホテルに行こうよ。また宿取ってないとか言わないでよ。バッチリ OK だ。何しろ今日1日かけて安い宿を見つけてきたんだからな。ナイス。駆けずり回ってたってそのことか。本来なら今日中に島に帰る予定だったんだがな。昨日言ったように予算は飛行機代しかもらってないわけだからな。わかるか？今の驚くところだぞ。それでもお前たちのために今日一日慣れない東京を駆け回ったんだ。そんな先生の苦労をねぎらってくれていい。そこはね、ありがとうだな。行き当たりばったりだね。本当信じられないよ。教頭のプレッシャーの凄まじさってもいつかお前たちも理解するだろう。くちなみにちゃんと2部屋取った？なんで2部屋も必要なんだ。普通に雑魚にすりゃいいだろうが。うちミッチーと同じ部屋なんて嫌だからね。そういうわがまま言うやつは路上で寝るんだな。東京なら夜も昼みたいに明るいぞ。これ豆知識な。もうほんと信じられないよ。絶対にもう一部屋取ってもらうんだから。とにかく宿まで行くか。ほら、カイ行きましょう。備えてゆっくり休まなきゃ。まだ差は出てないか。ああ、そういえば大丈夫だったな、なんとか。出るからには全員一は取るよ。その息や。なるほど。まあなんとか予選は何事もなく通りましたな。ただいまよりノバワン41ザ・スカイハイバーニング優勝決定戦を行います。あれなかったっけ。あのホテルのシーンとかなかったっけ。ないか。なんか勘違いしてんな、シュタケかなんかと。じゃあ一旦切ります。